えて俗な言葉で言いますと、デギレキン。YouTube には名前を言ってはいけないあの国々がある。J.K. ローリング原作の世界的大ベストセラー、そして映画でも大ヒットしたハリー・ポッターシリーズの主人公ハリーの宿敵ボルデモード教、このボルデモードと名前を言った刹那、宿人たちがやってきて殺しちゃうよみたいな感じで、その国々の名前を言ってしまうと宿人よろしく、なんかこちら側のこんなねパヨッパヨって人たちがやってきて攻撃を仕掛ける。そして虎ノ門ニュースは番組を削除され、私のようにバーンされるケースもある。その実際のところは YouTube が中の仕組みを削除するまで、明らかにはなりませんが、状況証拠からこう名前を言ってはいけない国があるのではないか、疑惑はズド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 状態。そしてまた一つ、名前を言ってはいけないあの国があるのではないかという状況証拠が出てきました。2018年10月6日に配信した韓国の旭日旗を下げろとは内政干渉である、この番組が広告に値しないということで、この番組は金にならねえぜと、まあ、ざっくりと言うと YouTube はそういう指定をしてきました。内容はといえば、韓国で行われる観艦式に日本の自衛隊もお呼ばれされたわけです。お呼ばれしておいて、お前んとこの旭日旗下げろと。でこの旭日旗は自衛艦機、自衛隊の船でありますよという所属を表す旭日旗、これを下げろと言ってきたんで、我らが自衛隊はやだよって言っていかなかった。でこの顛末とこの旗の持つ意味、旗とは人類共通の記憶であり魂である、まあ、そんな話をねしたんですが、これがほとんどの広告主に適していないのでお金あげないよーんと、まあ、この広告に値するかしないかの基準っていうのは YouTube が決めているんで、こちらはわかりませんが、いくつも起こっている名前を言ってはいけないボルデモートのようなこの疑惑に当てはめた時に、金が欲しければあの国の名前を喋るんじゃねえぞと、あの国について触れるんじゃねえぞという、まあ、疑惑がつぶ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 、まあ、もちろん私もお金くれるって言ったらはいちょうだいってもらうタイプなんで、金なんていらねえよなんてね、綺麗事は言いません、綺麗事は言いませんが、それよりも言論の自由とか表現の自由を愛する日本国民なんで、仮に韓国の名前を出したこと、韓国を批判したことによって広告に適さない、あるいはバーンとなるのであれば、そうしたね、小さな嫌がらせというか弾圧に負けちゃっちゃうね、男が廃るなと思うわけですよ。もちろん私ね、これに転ばないとは言っていません。なんで例えばそうですね、毎日1億円くれるとかっつったら喜んで手のひら返します。もちろんこの番組をご覧いただいている方ならばお気づきでしょうが、私は特定の国を指してそこの説明をし、それについての批判は加えますが、いわゆるバーカバーカバーカみたいなことはやっておりません。それが目的ではないからです。正直ね言いますと、こうした動画も一方的に攻撃した方が視聴回数伸びるんですよ。ご覧いただいている方の中にはカタルシスといって、その満足を得たくてご覧いただいている方もいるわけです。そうすると一方的にバーカバーカバーカとか言った方がスッキリする方がいる。で実際コメント欄にもツッコミがぬるいとか攻撃が弱いなんていうことがねたくさんいただくわけなんですが、そこが目的じゃない。私は拙いながらも得た知識経験の中から伝え残していかなければならないことがある。もちろん友人や知り合い、おいっ子めいっ子なんかには伝えていますが、せっかくこういうネットというツールを手に入れたわけですから、私の知りうる限りのことで皆さんと一緒に考える材料を共有できればなという思いで続けております。韓国への指摘もその流れにあって、旭日旗についても全く同じです。旭日旗を下ろせということがどれだけ非礼に当たるのか、一方でその非礼な振る舞いを韓国がする自由は私はあると思っています。善悪ではなく、人は相手の行動を根源的に縛ることなんてできないからなんですよ。相手に敬意を持って接することが
日本人らしさかなと、思っております。こういうことを言うとですね、じゃあずっと言いなりなのかよなんつってね、お叱りを受けるんですが、そんなこと一言も言っておりません。相手を知った上で、ね、存じ上げた上で、どういう態度に出るかっていうのは、これからの日本人の話。そしてこれはもう徐々にながら確実に結果が出ています。まあ、あえて面白かってやりますが、YouTube の中で名前を言ってはいけないあの南の国の方と日韓基本合意で10億円、ね、10億円支払うと我らが安倍晋三首相が発表したとき、日本の保守派とか、あるいは画面向かってこちら側ですね、こちら側の人たちがふざけんなーとね、大騒ぎしていました。ただ私もあの時からあれは正解だと見ていました。あえて言いますよ。あえて俗な言葉で言いますと、手切れ金。これは一般論として言うんですが、例えば家賃を滞納して居座っている居住者がいる。で、この人に出て行ってもらうとき、裁判やって強制執行とかっていう手続きを経て出て行ってもらうっていうのが、まあ一応の筋ではあります。筋ではありますが、現実問題、裁判やって何やってたら大変なんですよ。で、そこで不動産の現場ではある程度の引っ越し費用と多少の頑張れよっていうお金を渡して出て行ってもらうケースがあるんです。家賃滞納した上にさらにお金を渡す。これを教えてくれた不動産屋さんに、それじゃあ、泥棒に追いせんじゃないですかって言ったら、いや、それよりな、出て行ってもらって、明日から新しい住人に入ってもらった方が、俺たちはお金になるんだよと。商売の現場というのはもうとことんリアル。そして外交もやはりリアルでなければならない。そうした時にずっと揉めている相手に対して、もうこれが本当の本当の正真正銘の最後だよって渡したのが、私はあの10億円だと見ています。そして何よりこの10億円というのは、日本国内にいる優しい日本人のために必要だったんですよ。それだけ言ってんだから、困ってんだから助けてあげましょうねみたいな優しい日本人がいると、ここまでやったんですよ、ここまでやりましたよということを改めて、そして最終的不可逆的に我らが日本人に意識させるためには、あの10億円は必要だった。で、その10億円をもとに作った慰安婦財団が年内に解散とのことです。もう約束を守る気がないとのことです。それはもうあちらの話、こちらとあちらとの間ではもう話はついていて、あとはあちらの話。しかもこの話はアメリカも巻き込んでの話。これやめたということは、あちらが勝手にやめたということはもう世界中の目にも明らか。そして何よりも日本国民にとって明らか。仮にこの先名前を言ってはいけないあの南の国がずっと大騒ぎをしていても、日本国民の中で、いや、それもう終わった話でしょっていう合意ができていれば、もう揺らぐことがない。彼らが動かし続けるムービングゴールポスト、ゴールポストが動き続けるわけですよ。ここでゴールだと思ったらまたゴールが逃げていく。これに我らが日本国民が気づけば、同じ過ちを繰り返さずに済むようになる。こうした視点を伝えたくって今動画をやっています。一方でこの動画もですね、見もせずにこうあーってマークをつける人たちも結構います。その人たちにも楽しんでもらおうかなとは思っていますというわけでね、お金もらえないんです、あー困ったな困ったな恐れおののき嘆き、もうね、名前を言ってはいけないあの国に万世とか言っちゃおうかなと全然思っていない今日この頃でございました。ご視聴いただきありがとうございます。またの機会もあるかな、まあ、ありましたらお付き合いいただければ幸いです。最後にワンコのコーナーでお別れです。完全勝利的というものが、赤が勝ち、ヤクザが撃って赤がいる。あの病気だってあなたに会えたから。